続いては今ノリに乗っています全米アルバムチャート1位を獲得した韓国の7人組グループ BTS 防弾少年団。彼らが去年10月大阪で行った日本初ドーム公演の模様が映像化、来月11日に発売されます。今回はその映像作品の中からメンバーが気球に乗って登場したアンコールの模様が初公開となりました。皆さん見えますか？皆さん皆様、僕たちが見えますか？見えます。ここは僕ボーダスが皆さんに近くに行きます。정말컸었고또붐이란게저희의또꿈이기도했다보니까最新アルバムがアジア圏のアーティストとして初の全米1位を獲得し、世界から注目されている韓国の7人組グループ BTS。 彼らの日本での初ドーム公演が映像化されることが決定しました。去年10月に京セラドームで開催され、2日間でおよそ8万人を動員したこのライブ。作品には日本で初披露した曲やアンコールでメンバーが気球に乗って登場したシーンも収められています。皆さん本当にありがとうございます。つい先ほど午前4時解禁、 BTS 防弾少年団が気球に大興奮です。皆さん僕たちが見えますか？この映像は去年行われた BTS 初のドーム公演、来月 DVD で発売されます。지민이가그높은곳에서저희수많은아미밤들을바라보고눈물흘리지않았습니까？정말이렇게이쁜장면을볼수가있을까？다이소부지민군다이소와진짜저희가어떤감정을가지고그때공연을했는지보시면알수있을것같아요。그러니까요。네、그렇습니다。작품은7월에発売です。の7人組ボーイズグループ BTS、 去年京セラドーム大阪で行われた日本で初めてのドーム公演が DVD& ブルーレイとして発売されることになりました。世界で次々と記録を打ち立てている BTS、 知らない方は要チェックです。うん、すごい人気なんですね。もうノリノリですね。もうなんか熱くなってる感じがしますよね。でこの BTS なんですけれども、もう本当に勢いが止まらないということなんですが、うん、そもそもは2013年に韓国でデビューしているんですけれども、はい、7人組、まあ、イケメンですよね、ヒップホップグループなんですが、最新アルバムがまずアメリカで快挙なんです、はい、それがこちら先月の27日なんですけれども、サードアルバムなんですが、うん、ビルボードアルバムチャートでアジア人史上初の1位ということですね。でも、もちろん日本でも人気がありますから、オリコンアルバムランキングは3作連続で1位を獲得しております。これね、アメリカでも新しい歴史というふうに報じられてるんですね。でちなみに、韓国ではですね、このアルバムのそのモチーフになった小説というのが2年前に発売されているんですが、はい、それがこれがコンセプトだったんだっていうことで、うん、今オンライン書店で週刊総合1位になって、前の週の510倍の売り上げになって再注目ということなんですね。でアメリカだけではなくてヨーロッパでも人気ということで、こちら8月からワールドツアーがあるんですが、10月開催のベルリン公演のチケットが3万枚がわずか9分で完売ということなんですね。まあ、日本ツアーは去年ありましたけど15万人動員しておりますが、まあ、今年はどうなるんでしょうか。どんな世界でこんな人気になったんですかね。やっぱちょうどタイミングも良かったんでしょうね。いや、新しい歴史です。かっこいいですね。歴史的快挙。はい、今日私が大阪ドームコンサートを했습니다。じゃあ박수、どうも、芸人박수。어쨌든오늘도움을다녀왔는데쪼끝까지끝이안보여가지고막둘러보는데이그저희첫곡이이나투데이인데요디디디디디다하면서확 LED 가막확열리는데막딱보면막으막막어마무시하다이러면서막딱놀랐어요。되게막제가압도됐어요그크게。그와중에멋있는척은해야되니까속으로막크이러고있는데막막딱잡고막그리고오늘기억에남는것중하나가벌룬뭐라해야되지저랑제이홉이랑같이탔는데진짜둘다이렇게난관꽉붙잡고
전 손도 못 흔들었어요. 이렇게 보고 막 와, 미나상, 미나상, 아리가또 고자이마스, 미나, 미나상, 아이시테루. 어, 이거 이제 후비 움직여, 호바 움직이죠, 움직이죠, 와, 호바, 호바, 제이업, 제이업! 이러면서, 와, 정국이는 막 난간에 기대고, 막 밑도 쳐다보고, 막 지민이 막 손 흔들고, 막 지민이 오늘 온 거 봤습니까? 아, 오늘 지민이랑 정국이가, 막 이러면서 오는데, 하, 짠하더라고요. 감정이 복받쳐가지고. 저는 맏형으로서 채통을 지켜야 하지 않겠습니까? 예, 사실 무서워하는 것도 연기였어요. 예, 무서워하는 것도 연기 딱 하면서 막 딱 애들 지켜봤죠, 이렇게. 구름 위에 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 구름 위에